はい、こんにちは、つけんです。イエイ。今日は2月23日223富士山の日です。うわ、バスめっちゃ乗ってる。さてさて、今日は3連休中日ということで、やっと桜祭りらしくなってきました。まあね、でもこれでもまだまだ予想よりははるかに少ないんですけど、この辺大渋滞な予定だったんですけどね。いや、まあまあ、でもね、それでもお客さんは来てくれたので良かったです。河津桜の様子なんですけど、昨日の夜からかなり風が強くなって、まあ、こうやって見ると前ほどの鮮やかさはなくて、ちょっとね、緑が目立ってきているんですよね。そしてやはりというか、渋滞です渋滞です。そうだ、今の時間はね、ガソリンがなかった、危ね。今の時間11時51分ですね。11時51分ですけど、まあ、お昼時ということもあり、まあ、ちょうどね、お昼時っていうのは皆さん動かない時間なんですよね。だから、まあ、駐車場も動かないし、かつ3連休中日ということもあって、まあ、お泊まりでね、いたお客さんとこれから入ってくるお客さんで、もうごった返す時間になってきます。これから時間を追うごとにね、どんどん人ももっと増えていくと思います。でもね、皆さん、昨日から来てる方は分かっていらっしゃるのか、帰り上り方向に進んでいく車もかなり多くなっていますので、まあもうね、今日風強いし、渋滞しちゃうだろうし、早めに出ようかなっていうことだと思うんですけど、まあそれ大正解。ね、河津をね、1時ぐらいまでにね出発してれば、まあ混みますけど、本当一番のドピークは2時3時ぐらいかな、3時ぐらいに出ちゃうとものすごい渋滞で、過去にはここから沼津まで、まあ大体ね1時間半ぐらいなんですけど、日中だと、まあ、それが6時間かかった6時間かかったという話もね、聞いたことがありますので6時間だよ、半端ない。まあでも本当にね、多分ね、それどこか途中でね事故があったりとか、そうじゃなきゃさすがに6時間かかんないと思うんだけどね。まあそんな感じですね。まあでもね、帰って天城周りで6時間かかるんだったら、まあ、これね、また内緒の裏技ですよ。内緒の裏技、西伊豆方面にね抜けちゃって、西伊豆をずっとぐるぐるぐるっと沼津の方まで下道で抜けてった方がよっぽどね近いというか早い、遠いけど早いと思います。さてさて、どこまで行こうかな。これね、今12時でしょ。もう今日ね、桜レポートというより渋滞レポートにしよう。あっちの方が空いてる、奇跡的なことが発見しました。向こうの方は空いてる、あそこの出湯橋渋滞かな、もしかしたら。ってことで逃げましょうまあね、この辺は河津町民の特権といいますか、分かっている、土地勘が分かっているからできる技ですけど、さっき河津から沼津まで6時間って言ったけど、過去には、その時かもしれないけど、河津のねバス路線ルートで河津駅からうちまで、普段だったら10分15分ぐらいか、バスでね、路線バスでぐらいなところを2時間半っていう記録もあります2時間半、やば、2時間半だよ、すごいね。あ、分かった、今のさっきの渋滞はこの出湯橋の、これ言ったでしょ、ナビでここを結構ね通しちゃうから、出湯橋入ってきてここでどん詰まりになっちゃうんですよ。で、もうここでね、アウト。はい、こっちもここから混んでますね。はい、まあ、だから、まあ、前も言ったけど、あのね、出湯橋から入るルートっていうのは、空いてる時はあそこ駐車場いっぱいあっていいんですけど、混んでるともうね抜けらんないんで、 U ターンして帰るしかないので、もうどうしようもなくなっちゃうんだよね。だからそっか、あっちに近づきたかったら一回そこ抜けて出湯橋を逆から入って反対側に抜ければ早かったんだね。そっかそっか、まあまあここからもねいろいろ抜けられますので、だいたい河津町民だったら、このぐらいの混みようでもどうにか駅まで15分ぐらいではつける、いつもだったら10分ぐらいね、そのぐらいではつけるんですよ。さあさあ、裏道をね行きましょうか。さあ、アイランド着きました、到着。
いや今日はね このバイクはいっぱいになったから受け入れてないのかな。あ、受け入れてた。いや今日はねこんな感じで渋滞にクソハマりしたけど、いや今日今12時だけどさ、3時にお迎えに行かなきゃいけないんだよね、駅まで。やばいよ、3時と4時とかもう一組時間が分かんない人がいるんだけど、これどうしようかな。もういよいよバイクで送迎しようかな。無理か。はい、ということでね、これ早く帰って編集して3時のお迎えに頑張って間に合うようにね行きたいと思います。はい、今日はねもう激混みの河津町ということで、お届けしました。はい、それではつけんでした。バイバイ。